まさか。お兄ちゃん。寂しいか、ギア。俺もお前が遠くに行くのは寂しい。でも今ここは危ないし、みんなに迷惑がかかるだろう。だからお前を安全な場所に行かせなくちゃならないんだ。自分の気持ちを殺しても成し遂げなくちゃならないこともあるんだ。お前もいつかきっと分かる時が来る。じゃあな、体に気をつけろよ。俺も大きくなったら軍に入る。軍に入って父さんと戦う。お前が大きくなる頃には戦争は終わってるさ。俺の手で終わらせてやる。どうせこの先は牢屋だけで行き止まりだ。先に行った奴らは戻ってくる時に潰しゃいい。その間はおめえで楽しませてもらおうが。ディー、やだよっと。なんだ、桜津弾か。くらえ。どういう皮膚してんのよ。効かんな、そんなひょれ武器は。弓が効かないんじゃしょうがないわね。おとなしく降参すっか。やだよ、ちょうどいいわ。こいつで試して。私の新兵器シューティング。まさか総裁。まさかこれまでの余裕が自分にはシューティングがあるからだと。そっから来てるもんだとしたらブチッと潰しちまったかな、おめえのプライド。大丈夫、たとえシューティングが互角だったとしても私の方が上回ってることだってたくさんある。だから私は勝つ。命中してるのになんで効かないの。どうなってんのよ。シューティング防御法、フォースフィールドのこと知らねえようだな。何よそれ。無駄だ、おめえのショット一発ぐらいじゃ俺のフォースフィールドは破れない。おめえが負けを認めればこれ以上傷つけないぜ。なるべく無傷のまま遊びてえからな。おとなしく負けを認めろ。負けを認める、冗談じゃないわ。私はまだ負けてない。私にもこいつに勝てるものがある。また桜津だが無駄なこと。え、うん、隠れたか。まあいい、どこに隠れてどっから襲ってこようが俺には効かないぜ。わずかだけど可能性はある。一発なら防ぐって言ってたけど、もし何発か同時に当てれば攻撃が通用する可能性はある。ショット一発撃つためには指先に生命エネルギーを集めて溢れないように留めてから放出する。もしそれを一発分じゃなく何発分も貯めることができれば通常の何倍もの威力のショットを撃てる可能性はある。全部仮定の話だけど、
やってみなければ分かんないわよね。まずは一発目、ここでさらに食べる。できたけど、やっぱりきつい。我慢できない。全身から血が吹き出る。爪が剥がれる。指が弾ける。でも、この下が見つかる。辛い。でも、もっと貯めないと、あいつを倒せない。散髪だ。ダメ。もう限界。これ以上はもう無理。追ってる。今、まだいけるわ。これだけは誰にも負けない。私はずっと我慢してきた。ずっとずっと我慢してきた。だから、我慢強さだったら誰にも負けない。そこにいた。くらえ。あの時別れて以来、一度も会えていなかった父さんが今目の前にいる。父さん、ギアなのか。生きていたか。俺はあの時の襲撃でてっきり。そうか、そりゃよかった。本当によかった。感動の再会のところ悪いが、時間がない。作戦を遂行するぞ。早くここから救出を。いや、そうじゃない。アレックス将軍、今からこのギアがあなたを吸収します。よろしいですか。ラムセスの指示か。あいつらしいいい作戦だ。ああ、いいぜ。ぜひやってくれ。助けるんじゃないんですか。吸収って何を。さっき言っただろ、命をだ。もし将軍が健在ならそのまま救出する。将軍が戦力にはなりそうにないほどひどいダメージを負っていたのなら、息子であるお前が将軍の力だけ吸収してくる。それが今回の作戦だ。待てよ、まだ助かるかもしれないだろ。バカか、これで連れ帰ろうっていうのか。勘弁してくれ。そんなに動かされたらすぐに死んじまう。そんな。いいからさっさとやれ。さっさと吸収してくれ。吸収は相手に触れるだけでいい。触れた状態でお前が吸収したいという思いと相手が命を渡す思いが重なれば、一瞬で吸収は終わる。あんたら嫌いなんだろ。頼む、誰でもいい。俺を吸収してくれ。それはね、吸えばいいの。人の命を。お前がさらなる高みを目指すなら。俺は強くなりたい。兄貴は本当はやれる男なんだって。できない。言ったはずだ。強くなるためには捨てないといけないものもあると。お前はその道を選んだんじゃなかったのか。セグア軍最強のキラー、吸収するにはこれ以上ない条件だ。強くはなりたいけど、こんな方法じゃ。別にお前を強くするためだけに吸収しろと言ってるわけじゃない。吸収するのはセグアのため、そしてアレックス将軍自身のためでもあるんだ。父さんのため。アレックス将軍はこのまま死んだら後には何も残らない。でもお前が吸収すれば、お前の中で将軍は生きる。将軍を無駄死にさせないためにも、息子であるお前が力を受け継いでやるべきなんじゃないのか。父との再会を自分の手で幕引きすることがどんなに理不尽かは俺にもわかる。でも本当はお前も理解しているんだろう。今本当にやるべきことを。セグアのため、父さんのため。
自分の気持ちを殺してでも。自分の気持ちを殺してでも成し遂げなくちゃならないことがあるんだ。お前もいつかきっと分かる時が来る。時間がないんだろう。何を迷ってるんだ。俺がやれって言ってるんだぞ。でも俺、その時の俺には父さんとの再会もキラーのことも唐突で、夢の中にいるような気分だったけど、やらなきゃいけないことははっきり分かっていた。なんだか安心して眠くなってきたな。父さん、受け取ってくれ。ギア、ギア、お前に全てを託す前にどうしても伝えておきたいことがある。昔セグアには二人のキラーがいた。そいつと俺はセグア軍の主力で常に前線で戦い、誰よりも深い絆で結ばれていた。しかしある戦いで深手を負い、敵に囲まれ死を待つのみとなった。二人で一緒に死ぬか。いや、まだ生き残る方法はあるわ。どちらかがもう一方の命を吸収して力をつければ突破できるかもしれない。それは禁断の提案だった。必ずどちらかは死に、必ずどちらかは大切な人を失う。どちらが犠牲になるのか決められなかった。どうしても決められなかったから、最後は理不尽な方法で命のやり取りをした。ギアのことよろしく。大切な人を吸収して得た大きな力で俺一人が生き延びた。生きて帰った後も俺の後悔が消えることはなかった。お前が物心ついた頃に非戦闘地域に疎開させたのも、大切なものがそばにいることが怖かったから。二度と大切なものを戦いに巻き込むことがないように、大切なものを全て自分から遠ざけたかったから。俺は最低だ。最後の最後まで辛い思いをさせて、全然父親らしいことができなくてごめんな。ギア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 、そんなことないよ。嬉しかった。最後の最後に父さんに会えて嬉しかった。嬉しかった。ありがとう。俺は父さんにもらったセグア軍最強のその力と、理不尽なことも全て受け入れる覚悟を俺はもらった。体中がピキピキして全然動けない。今敵に見つかったらヤバいかも。ほやほやほや、これはディフィッシャーのやつやられちまったのか。これは傑作だ。離せ。てめえがやったのかフィッシャー。そうよ、タトランド君も大したことないわね。確かに。一人であの化け物をやるとは大した女だ。もっとも、もうほとんど動けないようだな。てめえにはいろいろ聞かなきゃな。後でたっぷり拷問してやる。やっぱり体が動かない。拷問しがいのあるいい体してるじゃねえか。ありがとう、オパール。作戦終了だ、オパール。ほやほやほや、今牢屋の方から出てきたみたいだが、アレックス将軍の姿が見えないね。大方、将軍の救出に来たのはいいけど、あの姿を見て絶望しちゃったって感じかな。やつはボイズ、バイズの弟だ。そう、俺は最強戦士バイズの弟ボイズ。アレックス将軍を倒したのはこの俺。
そして地下で拷問したのもこの俺だ。あいつが何も吐かないからついやりすぎちまった。でもどうだった、芸術的なぐらいバラッバラだったけどギリッギリ生きてただろ。そこが拷問の天才たるゆえん。作戦は終わったんだよな。言ったよな、作戦が終わったら好きなだけ戦っていいって言ったよな。ああ誕生だな、セグアの新たなる救世主が。俺はここでこのホープトリデを制圧するまで戦う。やれやれ、俺ももう一踏ん張りするか。ネル、オパールを頼むぞ。俺もちょっと行ってくる。え、どこにですか。ちょっと後始末、戦いもあれも抗議の方が大事だからな。なんだあいつは。父さんの脇柄をあのままにしておくわけにはいかない。俺はこの砦を制圧する。あ、どうも。やっぱり自力で解いてたか、さすがだな。あ、暇だったんで。作戦は無事終わったよ。あ、そう。中で今生きのいいのが暴れてるんだ。でもまあさすがにお前に邪魔されたら出すに出せないと思ってな。お前はきっちり俺が仕留めておく。仕留める？俺を？今度は油断なしだ。さっきのようにはいかない。ああ、お前は強いしやりたくない。本当はこんな雇われでの戦いで本気を出すつもりはなかったんだが、あいつの頑張りにちょっとばかり応えてやろうと思ってな。その気になれば何だっていけるぜ俺は。ああまあいっか、やめとく。ん、今日はタトランドの負けみたいだしな。ここは素直に引いとく。そりゃよかった、引いてくれるならそれに越したことはない。怪我はしたくないしな。一つ聞いていい？俺を閉じ込めた光の壁みたいなの、あれ何？あれか？あれはパズルの一種だな。パズル魔導学院、今の技は全てそこで学んだ。興味があったらお前も行ってみるんだな。そりゃどう思う。セグアの勝利だ。ギアの活躍によりタトランド軍はホープトリデから撤退した。そしてホープトリデの戦いは終わった。結局ギアも戦場に来ちまった。あいつには辛い思いをさせないつもりだったんだから。あら、いいじゃない、うん、あなたは十分頑張ったわ。私の分まで本当によく頑張ってくれた。疲れたでしょう。私たちの時代はもう終わったの。セグアのことは任せましょう。私たちの息子にね。ああ、そうだな。ホープトリデの戦いを終え、セグアは英雄アレックス将軍を失ったものの、新たなる英雄の登場と久しぶりの大勝利に国中が沸き、タトランドホープトリデを陥落させたセグアの戦士の噂は瞬く間に大陸に広がっていった。青い音速ブルーソニックと。じいさん、今回はダメだった。たまには負けることもあろう。ホープトリデはまた取り返せばいい。面白くなってきたじゃないか。まだまだ荒れるぞ、コンシューム大陸は。破壊は創造の始まり。サイは投げられ、新時代、貴重ランドを築くのは我々だ。
青い音速？そんな強いやつがまだこの大陸にいたとはな。俺より強いのなら会ってみたいな。セグは興味ないわ。そんなの、私が倒したいのはあの男だけ。今日も大物を借りましたね。セグアのこと警戒して気合が入っているんですか？え、そうじゃないんですか？セグアのこと気になってますよね。え、違う？でも青い音速って人のことは気にしてるんですよね。はい。チラリラリラリラ。おいおい、誰だあいつ。信じられねえ。しかもあいつ今日ルール覚えたらしいぞ。今宵もゲームは最高潮。ゼリグ。あ、呆れた。本当にこんなところで遊んでたのね。立場をわきまえろ。お前は正規軍の将軍なんだぞ。へいへい。あ、そろそろ出かける時間ってこと？あいつが天才ゼリグ将軍。将軍4人で行くなんて随分ゴージャスだな。はい、行こう行こう、ゼリグ。甘く見ない方がいいわ。おごれるものはドツボにはまるわよ。兄、マルクスの言葉を忘れるな。ニンテルドの目的はただ一つ。じゃあちゃっちゃと片付けるか。おっと、英雄殿、こんなところで一人で何をやってるんだ？オナニーか？テジロフか。うん、なんか普通だな。もっと落ち込んでいるのかと思ったが。父さんのことはそんなでもないよ。覚悟ができてたから。逆に嬉しい気持ちの方が大きいかもしれない。俺が戦って勝利することであんなに喜んでくれる人がいたけど、やっぱりまだよくわからない。なんだかいろんなことが一度に起きすぎて。そうだろうな。でもそれがお前が選んだ道だ。ああ、力があるだけのやつなんて誰も称賛しない。たとえ弱くても厳しい道を選んでる男に人は尊敬の念を抱くんだ。誰よりも強くて速くてかっこよくて、俺なんかじゃ全然かなわない。俺、兄貴のこと本当にすごいと思うけど、俺は兄貴のこと尊敬してない。分かってる。それでも俺は走り続けるよ。世界の中心に向かって。世界に誇るものがある。